はい、告知のコーナー、はい、告知、うん、先生なんか告知があるそうでお知らせ、はいはい、そのまんまですけどね。まんまです、ね、ですね、はい、もういきなりボンとこうやって出してしまいますが、うん、はい、こちら、創生帳というですね、暦でございます。暦、はい、よろしいですか、ね、まあ、昨年もですね、うん、出させていただいて、こちらの番組でも紹介、ね、させていただいて、で、まあ、非常にご好評いただきましてですね、うん、まあ、要するに、まあ、暦ってこう言っておりますけれども、はい、まあ、毎日毎日のこの日のデータがいろいろ入ってるわけですよね、でただ別にその日がこうね、十二支が何だとかそれだけではなくって、その日にやるといい開運方法というのがだいぶたくさん書いてあります。はい、今創生帳というタイトル言いましたが、うん、本来は、託日託時、開運創生帳というふうに言いまして、うん、託日託時って日取りを選び時を選びってことなんですね。選択する日や時間と、まあ、中国の占いの世界でよく使われる言葉なんですけども、何かことをなすのに良いタイミングというのがあるんだから、うん、それを見るために暦が必要だよと。で昨年はですね、半年分ぐらい作りまして、うん、まあ、お出ししました。で今回は、もう1年間使えるようにということで、1年分というふうに、まあ、倍の量になっております。そう、分厚い、重いな。そうです、前よりもね、重くなっております。前回はい、であとね、まあ、いろいろ非常にまあご好評いただいて、実際これで開運したよとか非常に面白いよという こうご意見いただきまして、うん、であといくつかその改善ポイントというのもいただきましてですね、で一つは、うん、私もそうなんですが、うん、前回ってこれ1枚に1月だったんです。で老眼には辛いだから今回見開き1月にしました。字がそう前回より見やすいでしょ。前回すごい細かかったんですよねそうでしょ、そうね、若い人が作るとああなっちゃうんですよ。ね、もう老眼に辛い辛い。で今回は見開きで一月にいたします。これ見やすい。これはね、大好評です。もうで、まあ、こういうのが一つと、あとその、まあ、開運法がね、一個ではなくてたくさん載ってるというのが売りなんですが、うん、今年はさらに昨年に比べて開運法を増やしました。元空大化と呼ばれるようなですね、まあ、独特の方法も載せましたし、うん、その他、まあ、いろんな占プロの占い師さんが使ってもいいような資料というのも、入れもしました。鬼門遁甲の曲数も入れましたし、まあ、もろもろいろいろ入れております。同じ業界の人も役立つというか。そうです、そうです、そうです。まあ、やっぱりね、暦っていうのは昔から占い師はね、最後は暦を作るってよく言われるんですよ、うんうん、やっぱり人を鑑定するのはもちろんお仕事なんですけども、やっぱりその来た人だけをこう、ね、相手するしかないでしょと。でもっと社会に貢献できるために何があるって言ったらば、やっぱり暦を出して、でみんなに使ってもらうっていうのが一番社会貢献になるんですよね。でそこに自分のオリジナリティをどれだけ盛り込めるか、どんな理論を、どんな秘伝を入れるかみたいなところが占い師の腕にかかってるわけで、だいたいこう大先生クラスの方は最終的には暦を作ろうっていう方に行くんですよね。そうなんだ。そうなんですよ。で、まあ、まだね、決して私は大先生ではありませんが、一応自分の持っているいろんなテクニックをこの中に入れて、難しいことは言わないで誰でも書いてある通りやれば、特にこのお散歩開運法なんていうのは毎日毎日ちょこっと 500m もね行ってちょっと戻ってくりゃいいよみたいな、お散歩するだけで開運しますみたいな方法も載せてありますので、こんなの毎日毎日ちょこちょこ使っていただいたり、ここぞというところに使っていただくと、まあそれでそこから後の一日の流れがスムーズになるぞと。一番手っ取り早いのは会社勤めとかの方でもお昼休みとかにちょっと行って帰るだけで午後の運気変わるよみたいな方法なんですよね。お散歩開運、お散歩開運、まあ商用法というふうにここに載っておりますけれども、本当に一泊して来いとかすごい遠距離に行けとかそういうタイプのものではなくって、日常の中でちょこっと行って帰るだけでそこからあと流れ変わるよってやり方ですので、もう手軽でいいですね。 それは、まあ、そういうのが一番こう売りになってるわけですけれども、はい、やり方もそれからデータもきちんと載っておりますので、これ創生堂の方で扱っておりますので、うん、多分どっかこの辺に今出てると思いますけども、こちらじゃあこちら問い合わせれば、お問い合わせいただければ、まあ、郵送いたしますよと、はい、あ、
オンラインショップがありますのでね、そちらで、うん、あのお買い求めいただければというふうに思います。なるほど、はい、ですね、はい、これちなみにですけど、はい、これ答えなかったら答えなくていいんですけど、はい、これ印刷作るのにどのぐらい期間かかってるか、結構かかりますよね、これ。大変なんですよ、これ、本当にね。聞かれたから言いますけど、大変なんですよ、これ、本当に。そうですよね、まあまあ、ね、だって大変だと思いますよ、これ。あのね、1年分そう、どっかもうすでにありものをただコピーしてくるだけだったら、こんな簡単なことはないんですよ。だけどまだ来年の分のデータだし、しかもうちの声を見て普通のと結構違うオリジナルの点がかなりあるので、うん、結構ねマジにいろんな計算してるんですよ。で作ってるんです。だから決してその辺の市販のものをね、あの早く出たやつをそのまま持ってきて写してるものではありませんので、あのかなり実は手間暇かかってます。ああ、じゃあもう本当オンラインショップでぜひ。そうなんですよ、本当に ね問い合わせていただいて、はい、これどんだけ大変だかっていうのを。そうなんですよね、やっぱそうなかなか台はおろそかには作れないわけですよ、これは。はい、はい、ということで、あの長谷川さんがいいこと言ってくれました。いい質問してくれました。いや、そうね、思った、これ絶対大変だろうなと。はい、あの、はい、まあ、苦労のあとね結晶でございますので、あの活用していただければと思います。お求めください。はい、はい、ということで、あとは何かないですか。あと、あのちなみに、あの昨年に比べて値段上がってるように見えますが、うん、あの半年分だったのを1年分にしましたので、実は比率的には値下げです。実質は値下げになってます、あの量は倍だけど、値段は倍になってないよということになっております。はい、お買い求めくださいませ、はい、ぜひお願いします、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。